これじゃないね、日本勝ったんでしょ、すごくね。俺絶対負けんだろうと思ってたんだけど。ああ、います、ここやばくない？ドイツに勝ってすげえんじゃないの、俺知らないけど。くだらねえ。ちょっと通り行っちゃおう。守ります。光ってるんで大丈夫だと思うんですけどね、近くに。ドローンもいたから。一応いますよ。モセック。こんちゃん守れ。疲れた。これがどうなるかだな。エネルギーあいつにあげよう。下手すぎる俺今日。なんで日本が勝つとイギリスが盛り上がるの？あ、来た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 。後ろ来たよ、後ろ来たよ。なんで盛り上がるの？はい、ナイス。サッカーごめん見てない。忘れてたか。なんで日本が同時に勝つとイタリアが盛り上がるの？イタリアとドイツ仲悪いの？オーセック頑張るぞ。ドイツはあ、イタリアはドイツに負けてさ、え、ワールドワー2の時のあれを引っ張ってるってことまだ。え、でもそれだけじゃないですよ絶対。ドイツってなんかあんまり仲良くなさそうだけど。そ、よそはよそ、うちはうちじゃないの。日本と韓国って仲悪いけどさ、別にさ、韓国が負けても嬉しくないじゃん。あと一発だね。そういう、あ、予選でドイツに負けたんだ。でもさ、予選でさ、自分たちのチームが負けたところって勝ってほしくない？日本に負けたチームに負けたってなっちゃう。そういうわけじゃないんだ。わかんねえよ、一発なのに。死ぬほど嬉しいだろ。別に嬉しくねえんだけどね。じゃ俺は日本が好きだから、日本に勝ったチームには頑張ってもらわないと日本の評価下がるじゃん。そういうわけじゃないんだ。憎しが勝っちゃうの。窓から撃ってるっすね。ざまーみたいな感じ。あ、なるほど。あ、いいね、まずその気持ちも分からんでもない。スペインはドイツやればいいんだ。うん、明日なの。まあでもせっかくだから勝ってほしいの。サッカーより野球の話しろ。野球今ストーブリーグなんだもん。じゃあ巨人がさ、補強しないからさ、面白くねえんだもん。あの巨人が補強して、補強しないチームたちからの、お前ら金満球団がよ、みたいな負け犬の遠吠えみたいなの俺すごい好きだったのに、最近巨人すらさ、あれしないんだもん。それができなくなっちゃった。巨人はずっと弱くて弱くてよくねえ。下にいる、下にいる、下にいる、これ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 、二人と超真面目にやってんじゃん、何これ。そう、何、大会中今、この二人。大会中ですか。ねえ、今日サッカー勝ったらしいよ。そうよ。見ました、ツイッターで。3-2つってよ。うん。3点取ったんだ。めちゃくちゃすごいっすよ。やば。今、あれして、どうしてんだろう、長友。長友、試合出てたぞ。え、出てたの？俺たち、俺の一個下とかでしょ、あの人。え、じゃあ、ワールドカップで選ばれてる？うん、選ばれてるらしいよ。選ばれてる、選ばれてる。さすがだね。左サイドバックでした。2-1 で勝ったらしいです、日本が。2-1なんだ。長友めっちゃ走るらしいよ、まだ。すげえな。長友、俺が高校生の時、シャトルラン300回って言いました。やば。シャトルラン300回やべえな。やばい。無限じゃん、もう。はい。もう絶対勝てない。俺は今日タクシー、どうせ負けんだろうと思ってタクシーのジジイと飲んでたわ。どういう状況なの？タクシーのジジイと。仲良くなったタクシーのジジイが飲み行こうよって言ってた。いいっすよ、つって。あるんですか？ある。そんなこと、あれだわ、本当。え、昔あったじゃん。え、なんかそうだっけ？わかんない。あったよ、おめえ。わけわかんねえ、ジジイとか飲んでたんだけど。それはあるけどさ、確かにそ、うん、まあ、それと同じか。そう、わけわかんねえ、ジジイ。面白そうだ、ほんと。まあ、そういうのもな、あの一つなんかあれだよな。うん。まあでもいいっすよね、そういうの。違う世界のさ、人たちと話すっていうのはいいことだよ。